皆さん、こんにちは。テル、トイズ東京チャンネルのテルです。今日は、ベアブリックを紹介します。今日紹介するベアブリックは、スターウォーズのクレベリンのベアブリックですね。今回、ブラインドボックスということで、箱を開けるまでどれが入っているかわからないんですね。なので、今回このワンボックスを開けてみて、どこの位置にどれが入ってるか、100% ではないかもしれないですけど、皆さんの参考になればと思います。はい、まずは一つ目。こちらから開けていきましょう。このように何が入ってるかわかりません。ダースベイダーですね。ビニール取りましょう。はい、こちらが、ダースベイダーですね。ちなみにこれはもう足とかは一切動かないので、もうこのまま、まあクレベリンをね、本当は入れておくものなので、動くことはありません。このまま飾ってください。はい。2個目は、サンドトルーパーですね。後ろ。こういう感じになってます。はい。3つ目は、ボバフェットですね。感じですね。はい、4つ目は、C3PO ですね。またこのキラキラ光っているのが動画泣かせですね。みんなは何を狙っているんですかね。何がいいんですかね。やっぱり C3 と R2 が一番人気なのかな。あとは、まあ、ボバヘッド。まあ、ダース・ベイダーも。まあ、ラインナップ的には、まあ、外れはないですよね。ほぼ。はい、5個目ですね。奥の、左側。はい、5個目は、R2D2 です。あ、あと、首は動くみたいですね。首は動きます。で、あ、そうか。首を取ってクレベリンを入れるので、首は取れるみたいですね。回して首が取れます。はい、6個目ですね。まあ、開けなくても、カイロレンっていうことは確定ですけど、もう一度開けてみましょう。はい、6個目。はい、カイロレンですね。まあ、普通に考えればこれが一番人気ないのかな、やっぱり。で、実はこれ、完全にランダムの可能性もありますね。他のところで、手前だけ2個買ったんですけど、その時は、R2 と、ボバが出たのかな？なので、ちょっと、それで今回も手前に R2 とボバが出たら同じかなと思ったんですけど、全く違った配置だったので、もしかしたら完全ランダムなのか。まあ、もしあれだったら、また他のお店で、ちょっと一個だけ場所を決めて買ってみようかと思います。はい。あと追加で、そういえば最近、発売になった、クレベリンのベアブリック、があったので、こちらも紹介します。こちらは、フラグメントデザインと、ザ・コンビニですね。のコラボの、クレベリン型ベアブリックですね。はい、まずはブラックからですね。フラグメントデザイン。こちらのロゴが入ってますね。
後ろは、スターウォーズと同じ、クレムリンのマークですね。まあ、ザ・コンビニというふうに、書いてありますね。これは限定の、ショップのみで販売されたので、まあ結構入手困難ですね。今は、結構プレミアがついて、まあ1体1万円いかないぐらいかな、になってますね。はい、こちらは、ゴールドの方ですね。動画泣かせのゴールドです。まあ C3 と同じ。同じって言っちゃいけないですけど、結構似てるなと思いましたね。まあ、真ん中にね、もちろん、フラグメントのね、ロゴマークが入ってるんでね、まあ、違うんですけども、最後は、スターウォーズを全部並べてみます。全部並べてみました。やっぱこうやって見ると、C3 が一番かっこいいですね。まあ、ダースベータもいいですね。こちらのクレベリンビアブリックスターウォーズのフィギュアがかっこいいと思った人、グッドボタン、チャンネル登録、コメントの方をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。